どうも皆さんこんにちは、ソバルトです。今回はですね、オートローディング使いながら正義のヒーロープレイしていきたいと思います。正義のヒーロープレイ、まあ、要はあれですね、蘇生する係ですね。蘇生をしまくる蘇生マーンになる感じですね。まあ蘇生マーンしまくりましょ う、 もう俺もわけわかんねえわ。まあなんでこんなことするかっていうと、まあリスナーさんがね、蘇生プレイしてくれとお願いがあったので、今回はね、蘇生プレイしていきたいと思います。やっぱりね、リスナーさんのね、言うことは聞かないといけないという私のね、正義の心がありますので、なんとかやっていきましょう。もう俺も何言ってるかわかりません。さあ早速 B ポイント取られてるけど、これ上いるかな。いや、いそうだ。 OK、 あっぷな、今のは普通に危なかった。あー、もう一人いるわ、やばい。ちょっと一回下がろう。まあこういった時にね、看護兵の強みってものを使うっていうことは、やっぱ回復が自分でできるってのはやっぱり強いんで、ちょっと待つか。本当は来てくれるのがありがたいんだけど、まあ味方の動き的にいなさそうだね。ちょっと詰めるか。ちょっと怖いけどね。ちょっとゆっくり顔出しつつね、もしかしたらショットガンの可能性もあるから。でもどうなんだろう、ショットガンなら一気に顔出した方がいいのかな。まあいいのか。怖え。まだ赤点映ってんだね、左下。まあとりあえず、あいつ蘇生するか。待ってろ。蘇生マン。オッケー。で、味方が向こうからやられてる。あ、まだいるわ。食らえ！オッケー。よかった。で、これで、ね、一番めんどくさい警戒兵倒したんで、もうこのままどんどん進んじゃいましょう。まあ、今回は結構慎重めに動くんで、なんか死にたくない人とかは立ち回り、参考にするといいかも。なんかあんまり死にたくねえなーっていうプレイの人は、ちょっと俺の立ち回りよかったらね、まあ真似てください。よかったらね、うん。どうなんだろうね、俺の立ち回りってビビりなのかな。まあビビってる方がいいとは思うけど、ビビりすぎはあんま良くねえよな。オッケー、ちょっと一発しか弾がまずい。蘇生マン。オッケー、どんどん蘇生しまくろう。もう、あ、蘇生プレイって要はこういうことっしょ。で、まだ一人いるか。多分この中だと思うんだけど、ちょっとゴリで入るか。あれ、どうだ、あ、いたいた。蘇生マン、蘇生マン。オッケー。今日はね、味方めっちゃ強い人がいるんですよ。あのゲンオデッセイさんの分隊の人いますね。ドロセルさんって人がいるんですけど、危な。お、蘇生マン、蘇生マン。いいね、いいよ。めっちゃ蘇生してるよ。すごいいるな。あの中間地点にいるから、どうしよっかな。まあ D ポイント詰めるっていうのが一番いいのかもしんないね。あ、でも待って、こっちにも多いわ。 D ポイントも多い。どうしようこれ。あ、待って、 B ポイントも取られてる。まずいまずいまずい。ここでちょっと停滞してる。停滞はあんま良くない。やっぱ出てきたか。ちょっと B ポイントあいつ倒さないとまずいな。 OK。 やっぱ看護兵って長続きするからいいよな。俺正直看護兵が一番好きなんだよね。バトルフィールド5においても。武器自体もバトルフィールド5めっちゃ強いしね。正直ね、バトルフィールド5でも看護兵は使い続けるかな。オッケー。お、死んでるね。ちょっと待って、蘇生行くから。ちょっと待って。ちょっと待ってね。いやー、撃たれてる。いけるか？蘇生マン。オッケー。めっちゃ蘇生しまくって、蘇生ポイント、スコアトップになりましょう。今日のね、動画つうか、この試合の目標としては、なんか最後、ハイライトみたいなのがあって、蘇生めっちゃすると、そのハイライトに乗れるんですよ。なんで、そのハイライトに乗るっていうのが目標ですね、今回の。OK。まあ、キルも狙うもいいんだけど、やっぱり味方の回復もしつつ、蘇生もしつつっていうのが、今回の重要ポイントになってくるんじゃないかな。左だな。OK。蘇生マン？めっちゃ蘇生してんな。もう10回ぐらいしてんじゃねえのか？あいつも蘇生したいな。ちょっと右側のやつも蘇生マン。左側いるのか、この先にいるのか。っていうか A ポイントに敵ちょっと来てね。これ大丈夫？かなりの数来てんな。やばいやばいやばい、めっちゃ死んでる、めっちゃ死んでる。ちょっと待ってろ。待って、こっちから来るんじゃね。 OK。 まだ来てそうだけど、ただ外側、 C の外側今敵行ったけど、まあガン無視でしょ。できるだけ味方と一緒に動こう。軽めではあるが、まあまだ GG してる方なのかな、今回に関しては。点差は。さてさて、ちょっとあいつも蘇生したい。待ってろ。蘇生マン。さあ、1ポイント。残り2人か、1人か。どこだ？蘇生マン。全然気づかなかった。いや、味方誰も撃ってなくね、今のところ。あ、今度、ガン無視してたじゃん。あ、来てる来てる。OK。やっぱ初段でもちょっと外しちゃうな。それはちょっと悲しみ背負ってる。外にも来てるけど、あれはもうどうしようもねえか。で、敵拠点が残り B 拠点になってるのか。まあ、要塞でね。待って。
あぶねえ。やべ、味方が壁になってくれた。お、蘇生フィーバー、蘇生フィーバー。蘇生マン。めっちゃ死んでる、めっちゃ死んでる。じゃ、蘇生しまくろう。これ余裕で入らないと乗れそうだな、ワンチャン。蘇生しまくれんな。ありがとう、死んでくれて。待ってー。まだ死なないで。オッケー。いや、めっちゃ蘇生してる、今回。まあ、リスナーさんが言ってた蘇生プレイに関しては、もうこれはほぼ遂行してると同然でしょう。遂行してるんで、もう今回の動画の目標はほぼ終了してるようなもんでしょう。オッケー。さて、まあ相手がね、弾撃ってきたら、それを狙うって感じだね。あ、やべ、C 取られてんの？マジか。何人だこれ。D から来てんのか。かなり数が多そう。あ、いや待って、2人以上いる。ちょっと下がろう。これどうしよっかな。俺的にはね、A 側行って、これ C 守りてえな。間違えた、違え。C 側から逃げて A 守りたいな。やばいやばい、バレてるわ。はぁ、マジか。その範囲燃えるか。やばいな、これ。これ、うまく味方と連携して C から流れてくる敵を抑えないとな。ちょうど味方がほら、分隊長がね、そこ守ってくれてるから、この人と一緒に守りましょう。回復上げながら。あ、バカバカバカ、それ突つな。バカバカ、それ突っちゃまずい。ああ、ああ。それは突っちゃいかんよ。まあこの突撃兵と一緒にここにいれば、まあなんとかなるんじゃねえかなって思うんだよね。看護兵と突撃兵がいれば。なんで連携してここ止めましょう。A ポイント。は？味方離れてってる。ちょ、マジでバカ。それはバカ。お、あいつ、お、あいつ逃げたぞ。おい、ちょっと待って。まあ、これやばい、これやばい、もう。ふざけんな、マジで。あいつ許さねえぞ。まあ、正義のヒーローというのは、こういうことですね。まあ、自分がね、正しいと思ったことが、本当は正しくない可能性もあるってことですよ。それが結果に結びつかないことだってあるんですよ。なので、まあ、正義は、エゴですね、結局。まあ、自分のためにやりましょう。正義なんてクソくらい、本当に。もう、俺はただ蘇生をしてポイントを貯めたいだけなのよ。リスナーさんのね、リスナーさんのね、声に答えたいだけなんですよ。まあ、それって結局、エゴじゃないですか。正義もクソもねえわ。もう、俺はもう正義の味方やんねえわ。正義執行してもね、バカ、それはバカ。正義の執行してもね、それはしょうもないことですよ、結局。おい、我慢しろ、今の蘇生は、本当に。ね、蘇生我慢しないぜ、多くない最近。結構、早漏に気が多すぎる、最近は。めっちゃ渋滞起きてんな。これ、蘇生しがいがあるわ。は？蘇生ミスってる。やばいな。やばいやばいやばい、ちょ、すげえダメージ食らってんだけど。ロケットガンが飛んできてんのか。ガス、うわ、危な。今回復しなかったら普通に即死だったわ。おーおーおー、めっちゃガス食らってる、めっちゃガス食らってる。やべ、敵こっち来るぞ。敵は来るか。多分フラ、あ、ガスで死んだ。え、ガス食らいすぎじゃね、敵。やべ、ガスマスクの概念分かってないかもしんない、このゲームの。こいついけっか。 OK、 これめっちゃ俺今日蘇生してるよ、マジで。もう感謝してほしいわ。功労者、功労者、本当に。ボランティア、多分、東京オリンピックのボランティアより大変だと思うわ、今回。やったことない。やばい、ちょっと待って。スライバーか。来てる、来てる、来てる、来てる。来てるけど。OK、ナイス。いいね、今、味方のカバー、今いいよ。デコになってくれた。完全に俺のことしか狙ってなかったよ、今。で、ガスで。いやー、それごめん。これかなり来てるな。多分これね、やばい。ちょ、これ多分ね、B からね、次 A と C 来ると思う。 A 取ってるから多分 C 来ると思う、これ。いたわ。あー、危ねえ。ただこれ A から流れてくんな、多分。あ、いるいる。頭ピョコって見えた。いやー、偵察 A か、まあ、強くやりたいけど。じゃ、まだいるだろうな、これ。 A から流れてきてるってことはやっぱいるわ。え、マジか、それ当たんないか。じゃ、できれば味方もう一人来てくれるとすごいありがたい。お、来てくれたかな。あ、解放者系だ。あ、めっちゃ俺のこと撃ってくる。なんで、この先に。いやー、それナイスカバー、ありがたい。うまくこの火炎放射系を誘導しよう、前に。前に動かしていこう。すごい、なんか、ちょっと恋みたいな感じで来て、ムーブしてんな、さっきから。めっちゃ俺の方向いてくる。この火炎放射系をうまく利用しよう。頑張れ。頑張れ、お前ならいける。ただこれ A 取られてるからこれ挟まれんぞ。あんま無理しなくていいよ、火炎放射系。いやー、挟まれてる。これはきつい。これは、待って、これはね、ちょっとやばい。で、弾もないからもう大変なことになってる、今。ちょっとうまくこのハンドガンを利用しよう。ハンドガンを使った立ち回り。本当はちょっとね、弾兵がいるとありがたいんだけど。あ、待って、ちょっと蘇生する。ちょっと待って、落ち着け。オッケー。ちょっと待ってくりー。弾が欲しい。あ、もらったもらった。ナイス。ありがたい。いやー、これ外巻きだわ。あ、やべ。これ、内巻けそうになったら速攻下がるようにしてる、最近。
まあこういった逃げも KD 上がるコツでしょう。これ A ポイントでも戦ってもしょうがないから、ちょっと C ポイントの裏側から詰めよう。多分ね A の外側のリスから敵撃ってきてると思うんですよ。だからそれをね逆にね、逆に裏取っちゃうと、そういった立ち回りをしよう。ただもうすでに C 来てそうなんで、ちょうまく気をつけよう。あ待って、でもこれ A 持ってんじゃねあいつら。いやーこれはい借りまーす。いやーそれはない、まさかのバレてる、バレてるの、やばい。あーこれ終わったわ、終わったわ。これもうカバーもないもんこれ、俺死んだわこれ。終了のお知らせ、多分この上っ側から撃たれんじゃねえかな俺。いや待って落下死したんだけど、あいつどういったムーブ今のは。やばいでしょ、多分こっちから来ると思うんだよね。裏っ側から詰めよう。こっちに入ると敵のリスポーンになるし、若干なんか叫び声も聞こえるんだから、あー銃声も聞こえるね。この辺りいるわ、まあ、ここの裏取っちゃうっていうのもありだね。敵が E ポイント取ってるっぽい。今一瞬でなんかスポットされたね、かなり近かった、気づかなかったわ全然、足音も聞こえなかった。さあもうこれ終わりだね完全に。まあ要塞でもこういった一方的試合になるのか、マジか。なんだろうね、原因は不明だよな。やっぱあんま咳止めってあんま良くないのかな。さっきのあの C から A を俺がさ若干守ったじゃん、まあ時間稼ぎにしかなんないかったけど、でもああいったのでもあんま良くないんだろうねきっと。あれが要は一方的試合につながる立ち回りなのかもね。まあしゃあない、もうなんかそれを一方的試合つうかもう全拠点取りに行くような立ち回りを俺が多分してるんだろうね、無意識的に。まあ嘘、無意識は嘘、意識してる、それは意識してるんだけど、それが実際うまくいっちゃいけないんだよね。うん、うまくいかないように相手も立ち回らないと。ちょ、臭い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 。お、GG。終わり。さあ、俺はハイライトに乗ったのか。40キル3です。めっちゃキル取ったやん。KD 高いんじゃない？かなり。さあ、私はハイライトに乗ったかな？うおー！いいうんち。